違えたわ。この部屋行く必要ない <laughs> ビッグジムパーツ室関係あれ,これビッグジムあとで何か関係してくんのかなこれしかし MO を使ってすぐ行けたやんなとりあえずあのデータの入ってたパソコンへは敵,敵に遭遇することなく行けたけどね あでもこのエリアに敵いたかもともと3。3体ぐらい敵いたな。それのこと言ってんのかなあ、ないない。揺れてんねんけど。何の揺れ何の揺れシーフォックスもう一回登場 <laughs> 海底に沈んだはずの。あ、なるほど。敵が復活してると。 そう申うしたいわけですね。はい。一番遠いやつ一発で死んだ。<laughs> よう分からん <laughs> 一番遠いやで、君。なんや、その。甘いんじゃないよ、つってなるわ。<laughs> 思ったより弱いって。甘いんじゃねえよってなるわ、ほんとに。 なかなかやな。一番遠いやつが一番へこたれてた。さあ、長い通路を越えて、えー、もう家ンエリア出たらいいんだね。はい、アパートメントエリア行きましょう。トーチを持ってなんか、なんかなんだよね。うんトーチを持ってなんかなんですよ。えーっと、下の階建位かな 一応このエリアでもセーブしておこうか。弾の補充とセーブをしておきましょう。うん。この,このところじゃないかなと。私は踏んでおるわけですが。この CCD エリア。ここに向かうところにトーチを使うんじゃないかと思ってはいるんですが。どうでしょう。えー、CCD へのエリアドアだ。壊れていて空き層もない。 ってことなんで、ここで、トーチを使う、えー。携帯型ガストーチだ。鉄板などをや、えー、焼き切ることができるということなんで、壊れているドアを焼き切ると。お当時の技術としてはなかなかな、フラッシュ具合じゃないですかあ、しょ、え <laughs> あ、なるほど。ドアのその部分を <laughs>、 焼き切ってなんかドア。分厚いドアを破ってんのかと思って。なるほどね。操作盤をや焼き切って、それで中をこう、いじくったんだよね。ようやく来ました。どうなったですか何者だ ?ERS のジョン・メイヤー,、ER、ーだ。待て。銃をしたあ携帯した民間人を保護。名前はジョン・メイヤー。ジョン・メイヤー、老介。 クランシン大佐がお呼びです大佐の部屋へ行ってくださいどこ行くねお前 <laughs> 名乗れようあいつ名乗れや名前くっついてくんのかああそういうことここ警備してんのねもう戻れないんだああ許可がないと通行禁止だっつってじゃあとりあえずクランシンの部屋行かずに自分の部屋行こう ERS 室です ERS の隊員ってもういないんかな他にカーバーさん、ムーキーさん亡くなったし、ステラ、ステラはいるんかなで自分の部屋すらも空気が早うんや。さここで応急キットを手に入れようという、その目論見みをね、ためにわざわざこの部屋に来ましたから。はい、もう持ってないぐらい持ちました。 なので、応急キットをセットしておきましょう。あ、ここにエアシステムあるね。はい。エアシステムを補充しておいて、念のためセーブしておきましょう。いつどこに、どんな、ね、あの、イベントが発生するかわかんないから。いつクランシーが化けるかわかんないしね。うん。 モンスターなんてい,いねえっつって言ってたあのクランシーが、いつモンスターにやられてるかわからんからね、うん。通信の合間にやられてて、急に表現するかもしれんから。常に警戒しておきましょう。セーブという警戒をね。うん。セーブという名の保険と、セーブという名の警戒をしておきます。えー、あ、倉庫にすら入れない。ここ倉庫やったような気がするんだけど。あ、会議室か。 すごいなもう誰か知らないやついっぱいおるやんよしクランシーの部屋ようやく来ましたクランシーズルームさあムービーですえ透、ー、明の危機が去ったようだ改めて感謝する こちらはシールのマッコイ大佐久しぶりだなジョンマッコイ大佐白いかんね最高の部下でしたこんなところに隠れていたのかつってあの日以来海は嫌いになったと思っていたがなまあ個人的な話は後回しだすいません大佐、えー、モンスターの存在は確認した敵はどうやら人間に寄生するらしい 民間人の様子はどうだ、えー、製造者の多くが規制されていて作戦会議を始めたいのですが <laughs> よがろうすぐに会議室に集合だ敵の弱点はジーナから聞いている作戦会議すぐに脱出するのではすまんが君はここまでだ部屋で休んでいてくれどういうことだ逃げて終わりじゃないと。 なんか嫌な予感がしますね。下手に書き回そうとすると変なことが起きる。そんな予兆に感じられますが。クランシーに体制の事例書。これ見たんやったっけこれ見たんやったっけわかんない。覚えてない。<laughs> どれを見たんか。見たファイルはもう出ないようにしてくれたんやねんけどな。クランシーの個人情報。 分かんない。どのマップ、どれを見たんか。まあ、いいわ、これ、事例ですね。洗脳自体における機関の、えー、処遇を検討した結果と、これまでの合衆国における数々の貢献を考慮し、1999年1月1日をもって、えー、太平洋艦隊所属海底補給基地 SSB01 の司令官を、えー、司令官の任を命ずると。 言われたということですね、クランシーさんね。えー、読んでない可能性もあるな、あれ。クランシーの部屋すらも空気が限られてますね。ということで、も自分の部屋戻る言われたから戻るしかないんか。さあ、ERS 室に戻ってきました。 誰ジョン、無事だったんだね。<や>あーでもムーキーが俺がついていないから、あーついていながら自分を責めないで、い<や>ジョン。私ねジーナ、どうした私、怖くて、それでここにそうか。 こちらはワイズバーグ博士。はじめまして、シャロンです。俺もはじめましてやな。ジョン、元気なさそうね。シャロンってあれか、一番最初に出てきたやつか。一番会いたくない人が現れてね。え救助に来たシールの隊員は、昔の上官、マッコイ隊長官と俺は実の兄弟のようだった。 だけど、あの日、マッコイ退場の、えー、妹を俺が死なせたんだ。あ、セラか。セラは俺の婚約者だった。婚約者やったやん、えー。私でよかったら話を聞くわ。あなたの力になれれば。お邪魔みたいだから私は消えるね。なんか言おうとしとったのにな。 久々の休暇で天候もまずまず嵐が近づいていたわヨットの運転を過信していた俺はステラを連れて海に出たマッコイ隊長は止めたんだがそのうち嵐に遭遇したヨットは落ち葉みたいに揺れてステラは海に放り出された助けようとしたが俺にはどうすることもできなかったマッコイ隊長は 何も言わなかった。結局俺は軍を辞め、彼の元を去った。あの時が忘れられないんだ。時が経てば、いつか分かり合えるわ。ジュポはよ、ジョンすぐ私の部屋に来て、つって。お、何なんでしょう。何の。 通報でしょ <laughs> レスキューでしょこれきっと。レスキュー単位にレスキューしてくるっていうのはなかなかですよ。それ、タイや、タイやないかいや。ずっと読み方間違えてたわ。えー、まっこいタイだね。はい。申し訳ないっす。読み方がわからなかったです軍隊。軍隊にあんま詳しくなかったんで。タイだそうです。ということで、 えー、セラに、セラじゃなくて、デュポア。デュポアに呼ばれた。ということで。えー、デュポアの部屋は、あ、一個塗りつぶされてない、ここだね。あの、もう一人の女の子、久しぶりに出てきたと思ったのに、すぐいなくなっちゃって。はい、デュポアの部屋。 こんな部屋やってんすごいな設計者やもんな建築かなちょっとこれ見てよなんだ <I repeat. S 1> 化け物どもの弱点は酸素だやつ <I repeat. S 1> らを切り散らしエアユニットを奪還する シールの誇りを見せてやれーっつって。<laughs> 男らしい会議や。直ちに出撃だ、えー。民間人を一人残らずドッキングエリアから締め出すんだ。つって。Yes, sir! Yes, sir. 隠しカメラの映像よ。設計者の特権ね <laughs>、まあそんな見れんね特権って。 あのマッチアーローたちは私をのけ者にして何かする気よエアユニットの奪還作戦か。あそこで戦闘なんかしたらどうしたエアユニットが破壊されたら圧力差で基地が潰れるわ。ええー、そんなことあんねんなんてこった。 えー、あれだけの空気が漏れ出せば、会場でブローアウト現象が起こる。クランシーに行って、作戦を中止させないと。ブローアウト現象。一体何なんでしょう。おビッグテーブルの縮尺模型だ。細部まで成功にできている。ええー。さすがデュプは。シールを呼びだ、呼び戻さなきゃ大変よ。クランシー大佐に報告してきて。なんか、通信かなんかないんか。 <laughs> デュープはもう呼べよう。デュープアもうつ、ディプアもう一緒に行こう。一緒に行こうな仲間だろうっつって、危機管理マニュアルを入手。えー、SSB01、ビッグテーブル、危機管理マニュアル。んえー、マンワン。質問か。質問1。ってことかな えー、エアユニットエリアから何らかの故障または事故により稼働不,可能,稼働不能になった場合エアシステム緊急時酸素循環システムを手動で作動させる今の状態ですね、うんえー、エアシステムとは室内のテトラミックスをろ過し一定区域内のブロック、えー、部屋や通路に一定量の酸素を供給するシステムである、うん 通常、エアユニットエリアにおいて常時テトラミックス、えー、呼吸用混合空気の製造を行い、基地内全体に供給を行っているが何らかの故障または事故により供給不能に陥った場合は、基地内の生命維持システムが非常モードに切り替わる。非常モード時は手動式エアシステムの使用が可能となるので、一時的な解決手段として用いることとなるほど。 え続いて浸水,が起こ、えー、浸水が起こった場合、えー、浸水の原因を解明し解決した後にエアシステムでブロック内を排水ビッグテーブルは浸水対策としてエリア間やブロック間を二重扉構造のダブルエアロックを使用しており各エリア各ブロックともに密閉された空間となっているそのため万が一浸水事故が発生しても他のエリア ブロックにはは影響はない速やかに浸水の原因を究明し、解決した後にエアシステムを押すこと、えー。ブロック内にテトラミクスが充満し、排水することができると。空気を満たして、えー、それで排水するということですね、えー。続いて、非常事態におけるビッグテーブル外への脱出方法。えー、AWS、多機能潜水艦を使うと。 または DSRV、えー、深海潜水救難艇の救助を待つと。えー、AWS などの潜水艇を使うのが脱出の有力最有力方法である。しかし、ビッグルテーブルに備えられている AWS の数に限りがあり、えー全員、全人員を救助することはできない。 そのため DSRV の、えー、要請を会場にすることが必要である。DSRV は海深海事故用の潜水艇で、えー、十数名の人員を救助ができると。また蒸気の脱出方法が取れない場合、ドッキング独立式のネイビーエリアに一時的に避難するという方法もあるが、 えー、太平洋艦隊葬式艦、うん、の許可が必要と。結局は許可が必要ですね。うん、何,何においても。そういう緊急マニュアル。えー、ビッグテーブルでの書類、はい。ビッグテーブルについての書類。ビッグテーブル建設、えー、運営経緯。SSB01 ビッグテーブル。 1990X 年、えー、7月、冷戦終結とともに、えー、世界の警察としての地位が高まった米国が、従来よりも長期臨港、えー、かな、えー、が可能な原子力潜水艦 SSN-221-CFOX の製造と同時に、海底補給基地の重要性を唱える声が、えー、海軍内で高まり、 20世紀末にブルーグラデーション計画として連邦議会に承認される。1990X 年3月、えー、長期臨港潜水艦海底補給基地として SSB-01 を米合衆国太平洋艦隊所属として建設プロジェクトを 国防,省国防総省にて正式に決定。1990X 年9月、デュポア・アマルリック海底建築学博士,博士を SSB01 の設計者として決定。1990X 年5月、建設着手。1990X 年4月、グアム島沖のマリアナ海溝沿いに 主要施設を建造。以後、当初からの予定通り、基地環境施設を増築する、えー海洋構造学うん。海洋構造力学を考慮した4本の支柱に支えられた外観が巨大なテーブルに見えることからビッグテーブルという通称が付く。主要施設は以下のエリアからなる。ネイビーエリア。えー、ビッグテーブルにドッキング式の海軍エリア。 これ一番最初に向かったとこですね。続いて CCD エリア。基地制御システムを総括するエリア。これ今いるエリアですね。アパートメントエリア。従業員用居住エリア。うん。前回行ったとこ。エネルギーユニットエリア。動力を発電する外部接続エリア。これまだ行ったことないか。AI ユニットエリア。空気の製造、循環を統括するエリア。これが壊されたとこですね。ジャンクエリア。 廃棄物を処理するエリア。これも行ったことあります。えー、1990X 年5月、えー。莫大な資金と最新のテクノロジーを集結した基地の運営費は莫大なものとなり、世界的な、えー、軍縮の波に押され、予算は削減。基地運営は暗礁に乗りかける。1990X 年5月、えー。国防総省は、 基地運営困難の打開策として、共同開発、共同研究を肩書きに、研究施設の一部を軍事産業系の民間企業に貸すことで運営資金を得るという方法をとる。それがあれですね。ダイナミックネットワーク社っていうところと、あと、あれだね。メディカル IR だったっけ。ああいった企業から資金を得て、それで、 大ききいビッグテーブルになってきたと、えー、1990X 年6月、ビッグテーブル参入企業を以下の通り決定、えー。世界有数の医療機器会社 MI 社、メディカル・アイ・エリアっていうところがありましたね。あっこです。えー、通信ネットワークの振興会社 DN 社、ダイナミックネットワーク社ですね、えー。海底環境開発会社の C ファーム社。これまだ行ったことないですけど、C ファーム社っていうのもある。 えー、1990X 年7月、深海労働基準にずじ、ビッグテーブルでの労働基準が国防総省に提出される。1日20時間のサイクルで約3ヶ月の勤務を上限としている。1990X 年9月、参入している民間企業側から災害時の備えについて問題の声があり、レスキュー隊の常時配備を決定。軍の OB で構成される、えー、民間救助会社。 ERS、エマンジェンシーレスキューサービスを基地内に招くことになるということになって、で、それから何年か経った後に新米チーフとしてやってきた。新米チーフ、ジョン・メイヤ。これが主人公ということですね。そういった背景があったということが、ようやく今の書類で分かりました。ってことなんで、クランシーのとこ行けと。 ランシーのとこというか会議室行ったいんかな